それでは定刻になりましたので、会見を始めさせていただきます。私は司会を務めます産経新聞の別府と申します。今日は柔道の男子監督の井上康生さんをお招きいたしました。じゃあ一つ言います。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました、男子の監督を務めてます井上です。まずはじめに、本日はこの伝統あるまた格式あるですね日本記者クラブにお招きいただきましたことを心から御礼申し上げたいというふうに思います。もう柔道界初めてというのは言っても大丈夫なんでしょうか。意外だったんですが、本日のこの記者クラブの会見に柔道界からお招きするのは井上さんが初めてということで、結構意外だったんですけど、もっと呼んでおけよという話ですけど、ね、ということで実は昨日の夜原因不明のこう胃痛に悩まされまして、多分この会見に出席するプレッシャーでそのような状態になってたんだなというふうに思うのと、また先ほどその柔道界で初ということで、それをもし先に聞いていれば、いやこれまでに偉大な山下先生やまた亡き斉藤委員長もいらっしゃったと思いますが、そういう方を差し置いて私自身が出ることはということで間違いなくお断りをしてたと思います。今聞いてよかったなというふうには思うところで、本日はオリンピック、リオオリンピックのことが中心となってお話をする形になるかなというふうに思うんですが、リオオリンピックでは、皆さんもご存知の通り、男子において7階級中7人の選手たちがメダルを取ると、2人の金メダル、また1人の銀メダル、そして4人の銅メダリストというものを踏み出すことができたんですが、しかしながら選手たちの頑張りというのはもちろんですが、私自身監督としては、正直言って満足している結果ではありません。正直言ってもっともっとやれたなと、前年度の、人数等も違うんですが、世界選手権を比較する中でも3人の金メダリストというものを輩出している、その中で2人しか出せなかったということに非常に残念に思っている部分がありましたし、まだまだ一人一人の選手たちの能力というものを見た上ではやれたなというところが私の中ではありました。しかしながら、幸運なことにまた皆様のですね、本当におかげで、2020年に向けて、また柔道監督として、再任することになりましたので、この悔いというか悔しさというものはこの2020年に向けてまたもう一度努力して、自分自身が納得できるように、また選手たちが各それぞれの目標が達成できるように、これからも精進していきたいなというふうに思っているところであります。オリンピックでは私自身の何かこういろんな面でですね非常にありがたいことではあるんですが、この指導力だとかなんとかっていうものを取り上げていただいている部分がありますが、はっきり言って皆様が思っているようなそんな有能な指導者ではなくですね、私は本当に、自分自身が足りないところ、力がないところというものを自覚した上で、多くのコーチそして多くのスタッフとともに戦ってきたこそ今回の結果というものが生まれたというふうに思っています。また選手たちというものが各それぞれですね、さまざまな個性というものは持っているとは思うんですが、その選手たちが、自主的にそして、自分たちで何をやるべきか、そして勝つためには何をやらなきゃいけないかと、戦うための覚悟というものをしっかり持った上でそれを考え抜き、オリンピックの場でまたその過程においてもですね、努力したその結果がまた今回の前階級メダルというものにつながっていたのではないかなというふうには思っております。4年後の東京オリンピックではこの選手たちももちろんですが、日本柔道界の強さというものはやはり層というところにあると思います。今の選手たちプラスアルファですね、若い選手たちの力というものもしっかりと見ていきながら、またそこに大きな力を生み出していけるようなそういう環境づくりをしていかなければいけないなというふうに思っておりますし、またこの過程においては私自身が
ロンドンから終わって、進めていった4段階の過程、まあ、実質上3年ちょっとしかもう時間はないとは思いますが、いわば1年目で、しっかりとですね、種をまいて、そして、水をまいて、まず段階では土や、また、土地を耕して、そして種や水をまいて、そして、最終的には大輪の花を咲かせる、この作業になってくるかなと。されど4年前の段階とは違うのは、その最初の段階のレベルというところが、もう一段階上がっているというところが言えると思います。ですから、より一層、この4年間で、いろんなものを作っていきましたけど、同じことをやっていては世界の、選手たちにまた飲まれていくなと、また変化というものをつけていきながら、そしてその中で進化を遂げていけるような、そういうチームというものを作っていけるように、これからも努力していきたいというふうに思っています。ありがとうございます。それでは早速11時半までという限られた時間でもございますので、質疑を受け付けたいと思います。質問の終わりになる方は挙手をしていただき、所属とお名前をおっしゃられた上で、質問いただければと思います。それではお願いします。積極的にお手を挙げにいただければと思いますけれども、西日本新聞の片見と申します。今日はお見いただいてありがとうございます。今回まさに100キロ超級の決勝戦が一つ日本の現状を象徴してたんじゃないかと思うんですけれども、原沢選手非常によくやったという評価がある反面、やっぱりリネール選手らの差を埋めきれなかった。これが今日本柔道界完全復活に向けてこの差をどう埋めていくかというのが一つこれから4年間の大きな課題になっていくと思うんですが、これは果たしてこのあれは僅差だったのか、それとも大差だったのか、柔道界でどういう評価をされているのか、さらにリネール選手との差をこれから4年間でどうすれば埋められるというふうに考えていらっしゃるのか、その辺をお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いします。はい、私自身は、まずこの重量級というものの再建というものをですね、一つの強化との一つとして掲げながらやってきた部分がありました。その部分に関してはやはり上級での再建というところにおいては、やはり金、そしてオリンピック、また世界選手権の金メダル、これが再建というふうに言えるところではないかなというふうに思います。ですので今回オリンピックで原沢選手はですね、非常に頑張ったとはいえですね、敗れたということはこの再建道半ばであるというふうに言ってもいいではないかなというふうに思っています。またそこの差というものはどうかと言われれば、まだまだ差があるというふうに私自身は思っております。オリンピックの舞台の中で、技術的なものというところにおいてはですね、大きな差というものはそんなに感じる部分はなかったんですが、いわば原沢選手とリネール選手のこの気持ちの持ちよう、精神的なものというものであれば、断然リネール選手がプレッシャーというものはかかっていたと思います。なぜかと言いますと、やはりここ8年間でほとんど負けをしていないというところの中で、また原沢選手は追いかける立場でありましたから、そういう部分で場で超えることができなかったということは、まだまだ私自身は差があるのではないかなというふうに思っています。ではこれから差を埋めていくためにはどうしていかなきゃいけないかというところにおいては、これはもう総合的なやはりものが必要になってくるなと。一つはやはり体力的なものも必要になってきますし、技術というところにおいても、海外の選手たちというのは試合を経ていく中で非常にこうゲーム感覚でその戦術というものをこう磨いていくというところがあると思うんですが、そういう戦術面というところ、しっかり持って、勝負すれば投げるチャンスはある。しかしながらそういうチャンスというものを一切与えてくれないというところがあると思いますので、その技術面、戦術面というところを
どれだけこれからも細かく突き詰めていけるかというところがまた非常に必要かなと、あと技術面においてもまだまだ立ち技やまた寝技というところの総合面において伸ばす要素というのは原沢選手一つにとってもまた他の重量級の選手においてもたくさんあると思いますので、ですのでそういうところも一つ一つ埋めていきながら総合力というものをもう一段階もう一アップしていかなければ彼、テディ・リネール選手というものには勝てていけないなというところを改めて感じさせてもらったというところがあります。ただし今回の試合においてもまた前年度の世界選手権や、大会他の大会等でもですね、選手たちはやれるという自信というものは身についていってるんではないかなというふうに思ってます。ですので必ずやこの再建というものを成し遂げていけるように、各それぞれの選手たちが自覚を持ち、またこれは所属の先生もまた全日本の先生も柔道界全体でですね、一丸となって、知恵を教えを彫り出しながら戦っていくことがですね、非常に大事かなというふうには思っております。ありがとうございます。それでは質問の方。小瀬さん、おめでとうございます。私はスポーツ部ではないんです。朝日新聞の OB ですが、自分も柔道をしておりまして、今も東京の丸の内柔道警察署、あそこを借りてですね、まだやっております。部員が130人、そのうち5段以上が半分、平均年齢が60を超えておるんですが、みんなして応援しておりましてね。で今小瀬さんおっしゃったように、やはりその原沢さんが襟が取れなかった、小瀬さん理念に2回ぐらい負けてるけれども、小瀬さんは襟ちゃんと取ったんですよね。あの差は何なんですかね。一つはやっぱりルールっていうところも、私が戦った時とは変わっている部分がありますので、そういうところも一つあるかなと。また、いわば彼自身、いわゆるリネール選手のこの生い立ちといいますか、その今の彼自身が私が戦った時代の背景と今の背景というのは違うと思うんですね。いわば今はもう負けられないというような状況ですので、その中でいかにリスクを最小限度に抑えていきながら、そして価値を見出していくかというところがあるかなと。私が戦った時はまだ若い部分がありましたので、その分だけこう冒険も持ちながら戦っていた部分があるのかなというふうには、思います。それで、その最小限度でリスクをですね、抑えながら戦う相手に対してもどのような形で、戦術面でも上回っていくか、また彼自身が冒険を犯さなきゃいけない、いわゆる勝負に出てこなきゃいけないような状況というものをどれだけ作り出せるか、そういう細かいこともですね、含めていきながら、これからも詰めていかなければいけないかなとは思ってます。はい、それからもう一点、ルールがどんどん今おっしゃったように変わるからなんですが、軽量級の、選手がですね、ひっくり返ったときに、ああいうとき以前は道場から降りる前にですね、監督なりコーチがクレームをつければそこでその合議とかですね、その判定が覆るケースがあったと思ったんですが、あのときは全然そのままですんなり流れてしまいましたですね。あの辺見てると、あれはルールの変更によるものなんですか。それはどの試合に。いや、男子の。男子のどの試合に。あの60キロ級の高藤選手のあのシーンは、いわばルールで、皆さんが多分見てる中ではバーンと背中がついてないんで一本じゃないと、あのルールの一本というのはどういうところを指しているかというと、ブリッジをしたんです。ブリッジをした場合には今もう首の頸椎を痛めると危険だということで、全て1本という形になっておりますので、ですので技自体で、あの部分を判定したというわけではなく、ルール上で今はブリッジを行った場合には全て1本とみなすと。でこれは
そこの部分に関しては私もハテナなんですけど、まあ、いわばこう危険行為で、一本負けという形ではなくて、いわば相手の技が決まったという形で、一本勝ちというふうになるんで、非常にそこら辺は難しい部分があるのかなというふうには思っております。で、今まあ、これも一つのルール、まあ、システムというところで、まあ、IJF 側が非常に確立している部分があるんですが、まあ、一応そのビデオなんかを見てのケアシステムというところがあるんですが、まあ、試合で起きたことに関して、なかなかこう覆すということはですね、難しくなってきている。我々も連携を取った上でコーチが行くんではなくて、まあ、いつも私は担当コーチに試合のサポートは任せているんですが、何かまあ、いわばこっち側としてはこれはちょっと判定違うんじゃないかといったときには、私監督が自ら IJF のですね、まあ、審判 E のところに行ってそのチェックというものを行わさせてもらっているというところは取ってはいます。なかなか今はこう覆すことというのは難しくなってきているというのは現状であります。それからもう一点、選手のですね、基礎体力は非常に上がったな、そのためにずいぶんいろいろなですね、従来にないトレーニング方法を取り入れてなさったと思うんですが、今おっしゃったようにこれからの4年はですね、またその新しいいろいろなその体力面の強化と、それから日本の国内におけるその選手、同じクラスの選手とですね、間のそのいわゆるレベルアップというのは当然あると思うんですが、外国でよく我々が耳にするのはですね、日本の選手は2階級上の外国の選手の場合ですね、日本の選手はそれぐらいの人と対等にやれないと多分難しいだろうと言われるわけで、それを向こうも体力をですね、強化しているとですね、それをそのスピードとかいろいろな面でそのどういうふうにしてそのさらにそのブラッシュアップするか、その辺については何か具体的に考えていらっしゃることがあるんですが、もちろん相手に分かるようなことをですね、今ここで言っていただくつもりはないんです。ただそういうような意味では小瀬さん、メディアなんかでもですね、いろいろとやってらっしゃるのを私も読んでおりますので、そういう意味でですね、それについて伺えればと思いますが、はい、まあ、私自身が子どもの時代だとかによく言われた言葉としては、いわゆる重力合成、その高い技術面というものを持っておけば、小さいものが大きいものと戦っても、力が強いものが力がないものが力が強い選手と戦っても通用していくと、やっぱこう技術面というところの高さというものが非常に重要視されていた部分があると思います。これから先も日本の選手たちが海外の選手たちに勝っていくための大きな必要な要素というのは、やはり技術力の高さだと思います。これ抜きには戦っていけないなと。されど、まあ、今ルールも変わってき、まあ、柔道という競技は皆さんも見て分かる通り、お互い組み合って、そして相手を投げる時には抑え込むというような戦いの中で、果たしてじゃあ、体力面というものがじゃあそんなに必要ないかと、そういうことではないような気がします。ですので私自身が監督になって進めたというところでは、もちろん重力合成の言葉というものを持ちつつ、されど十五一体でないと勝てないと、いわゆる技術また体力というものを備え持った選手でないと勝ち続けることはできないということでありましたので、そういう部分ではまあ、いろんなトレーニング方法というものをですね、取り入れていきながら、またプロの方たちの力というものを借りていきながらですね、突き進めていったというところがあります。まあ、選手たちにはまずトレーニングとは何ぞやと、で柔道におけるトレーニングとは何ぞやというものをしっかりと解いていった上で理解させで進めていった部分がありますので、まあ、非常に選手たちはまあ意識が高くですね、トレーニングというものをまあ、もちろん技術練習はもちろんですけど、トレーニングというところも重視しながら行っていったというところはあるかなというふうに思います。で、まあ、柔道界においてこれまでは、まあ、これはもしかして他のスポーツにも言える部分があるかなというふうに思うんですが、これ技術面においても同じなんですが、練習イコールきつい苦しいというところがメインだった
というところがあったんですね。ですので一見例えばウエイトトレーニングなんかっていうのはランニングトレーニングと比較するとやはりランニングはもうぜいぜいハーハー言う姿が多いですから、まあ、何かこう練習してるトレーニングしてるっていう姿が非常に、目に取れると思いますが、ウエイトトレーニングはどっちかというとこうそんなにぜいぜいハーハーすることっていうものはない部分がありますので、そういう部分では何かこう練習してんのかっていうような印象っていうのがあったと思います。また実践的な練習においても研究練習とか想定練習非常に短く区切った上でのこういうこと試合がこういう試合においてこういうことが行われるなこういうことが行われるなっていうことを区切った上での練習っていうのを取り入れさせてもらった部分があるんですけど、それも一見そんなに苦しい姿が見えないんで、ですから何かこれも本当に練習してるのかっていうふうに見られがちな部分っていうのがあったんですが、しかしながらやっぱりこの質と量とのバランス、ここは私自身試合で勝つためには強い選手を作ることももちろんですけど、試合で勝つためのいかに練習をしていくかっていうところも重要としておりましたので、そういう形で取り入れさせてもらったっていうところが非常にあります。まあ、この前オリンピックでの検証というものを行ったんですが、まだまだこの体力というところにおいても課題というのは見つかりました。まあ、パワー面においてもですね、またスタミナ面においてもスピード面においてもそうですし、また柔道は各階級ごとにそれぞれの課題というのがありますので、特に減量がある選手もいたり、ですから食事面だとかまたコンディショニングの面においてもですね、まあいろいろと課題ができましたので、その部分というものをしっかりとまた次に生かしていけるように、まあ、リオのオリンピックまでには非常にいろんなことをやったなっていうふうに思ってたつもりでしたが、まだまだだったなっていうのが正直なところでありますので、まあ、そのもう一段階上がった状態でまた選手たちにいろいろな情報というものを提供していけるようにやっていきたいなというふうには思っています。でもう一つは今世界の柔道っていうのは、この漢字の柔道というのと英語表記のこの JUDO の柔道というところの大きな違いというところは、もちろんこれルールからも来ている部分がありますし、また昔で言えばですね、何かこう他の競技と の, このミックスというところが非常に行われた、例えばサンボだとかロシアで言えばサンボだとか、またグリジアで言えばジョージアで言えばチタオバとか、そういうところの、まあ、両方やりながらっていう選手たちっていうのが非常に多かったんですが、今はどっちかにこうもう専門的にやってる、まあ、いわば柔道柔道っていう形でやってる選手たちっていうのが非常に増えてきてる。それがまあレベルアップにもつながっているということも言えますし、また先ほど言ったように各国々が国々の閣議また国技っていうものを生かしたこの JUDO というものを作っていってる、柔道というものを作っていってるって言ってもいいと思います。まあ、いわばこの JUDO は世界中の格闘技閣議また国技の複合体、対我々はその戦いというものに挑んでいかなきゃいけない部分がありますので、これからそのトレーニングまた研究というところにおいても世界中のその格闘技、まあこれまでもやってきた部分があるんですが、より一層そういうところの研究というものを怠らずにやっていくということが非常に大事かなというふうには私自身思って、これからもやっていきたいと思っています。ありがとうございます。はい、どうぞ。大変貴重な話ありがとうございました。個人会員の滝山と申します。今後のことでお聞きしたいんですけども、世界のどの地域が今後その柔道ということではその伸びてくるというふうに見てらっしゃるのか、またそういうところ私はよくわからないんですけども、例えば旧ソ連のなんとかスタンとかそういうようなところがいろいろこう表彰されるようになってきてるんで、どういうところを見てらっしゃるのかということと、またそういうところの情報をどうやって手に入れていらっしゃるのか、そういうことについてお聞きしたいと思います。はい、今柔道界っていうのは196の国と地域が、国際柔道連盟に加盟していると、いわばこの数というものは、まあ、要は世界中でどこの国に行っても柔道が行われていると言っても過言ではないというふうに思っています。で、まあ、昔から言われているいわば柔道の先進国というところ、
というところは今でもあります。いわば先進国というのは全ての階級において、選手たちの層が揃っているというところを意味するというふうに言えると思いますが、例えば今回でも2つの金を取ったロシアだとか、また先ほど名前があったテディ選手の母国であるフランスだとか、またアジアにおいても韓国、日本が中心に、またアメリカの方ではですね、アメリカが今回金銀というふうに取った部分がありますし、ブラジルなんかも総合的には強さというものを持っているというふうに言えるんですが、しかしながらメダルの分布図という、メダル獲得のですね、世界中の分布図を見たときには、例えば女子において48ではアルゼンチンの選手が優勝したり、また52キロ級の選手ではコソボの選手が優勝したりという形で、いわば今どこの国の選手たちにもチャンスがあるというふうに言えると思います。我々の時代、またその前の時代というのは基本的にはこの先進国からチャンピオンが生まれるだろうというふうに言われてた部分があるんですが、今はいわばトップクラスのレベルというものは今も昔もどこまで差があるのかというのは分かりません。しかしながらこの底辺の選手たちというものが、このトップレベルの選手たちまでぐっとこう近づいていっている、いわばオリンピックにおいても世界選手権においても、どの選手と当たってもどのような試合になるかわからないというふうな戦いが今強いられているというふうに言えます。この理由としましては、いわば IGF が、作ったシステム、いわば世界中で大会というものを行わせているというところがありますし、また IGF 側がそういう先進国へのコーチ派遣などのサポートや、また、お金等のですね、サポートなんかも行っていっているというところもあり、また柔道というのは畳、また、ウェア等があればですね、非常に簡単にできる部分というのもありますので、また各国々の先生たちという方々はですね、非常にこの歴史を積み上げることによって非常に成熟してきていると、その母国でしっかりと指導ができる体制というものを整えてきているということも非常に大きく理由として挙げられるのではないかなというふうに思いますが、ですので先ほどの質問の中でどの国がこれから注目ですかと言われると、何個挙げていいかわからないぐらい、また14階級男女も合わせてありますので、階級ごとにまたちょっと違う部分があるんですけど、これからもその先進国というものが中心となって動いていくことは間違いないと思いますが、その各階級ごとにですね、さまざまな有望選手というものが出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、そこら辺はしっかりとチェックをしておかなければいけないかなというふうに思っています。で、一つのチェックの仕方としましては、例えば今回のリオのこの4年間というものは、このロンドンオリンピックの前のこの4年間に世界ジュニア大会というものが3回開かれるんですが、その世界ジュニア大会等で活躍している世界の選手たちというのが大体次のスパンのところで活躍しているというところが見て取れるように思います。もちろんそのリオの1年前、2年前、3年前の世界選手権、ここら辺も十分にですね、実力があればこのオリンピックというものに絡んでくるとは思うんですが、大体そこら辺というものを見据えていくことというのが非常に大事かなというふうに私自身は思ってますし、そのためにはいろいろな大会にコーチなどを派遣していきながら情報を収集したり、またシニアの大会においても我々はできるだけ多くの世界のコーチたちとコミュニケーションを取っていきながら情報を入手していくという形もさせてもらっている部分があります。で、また非常に昨年度からですね、大きな我々の力になったのは、やはり IGF の理事というところに高等課の官庁である上村先生や、また全従連の副会長である山下先生というものが入られて、そこでやはり新しい情報というものが入手できるということ、これはまた柔道界にとってもですね、日本柔道界にとっても非常に大きなことかなというふうに思いますので、これからもこれだけの情報化社会でどれだけ情報というものをいち早く獲得できるかというところは、我々の現場においても非常に重要なことかなというふうには感じておりますので、そこら辺もアンテナを張って
これからも取り組んでいきたいと思ってます。ありがとうございます。ちょっと司会から一問お願いします。はい。リオの、まあ、オリンピックで非常に印象に残ったのが大野選手の勝ちっぷりで、まあ、もちろん強かったのももちろん、ガッツポーズしない、畳を降りるまで笑顔も見せない、女子ですけど同じ日に立本選手も非常に同様でした。これは指導の賜物であるのか、どういう評価されておるのか、ちょっとお伺いできればと思います。私自身も見て大野また立本の振る舞いというものは非常に美しくですね、まあ、いわばこう、日本人柔道家であるというところをですね、象徴させるようなそういう振る舞いだったのではないかなというふうに思います。まあ、恥ずかしながらですね、皆さんも多分ご存知かと思います、私自身がシドニーで優勝した時は大学4年生で思いっきりガッツポーズをしてしまいました。非常に恥ずかしくは思っている部分というのがあるんですが、まあ、まだまだ自分自身をコントロールできるような人間ではなかったなというふうに今反省している部分があるし、そういう中でまたあの2人がですね、最高の舞台で最高のパフォーマンスをして、なおさら自分自身をまあ、いわばこう律した上で、表現した姿というのは、まあ、いわばこれから我々柔道というものが求めていかなければいけないそういう姿勢だったのではないかなというふうに思っています。まあ、私自身、まあ、そこに関して、指導といいますか、そういう話は一応している部分はあります。例えばガッツポーズというところにおいてもですね、決して選手たちというのはやってはいるんですけど、相手を侮辱したりしているわけではなく、まあ、一瞬間的にですね、自分自身の表現というか嬉しさというものを爆発した表現だけであって、まあ、結果的にそれが相手に対してというところには結びついてくるとは思うんですが、まあ、決して選手たちはですね、自分自身のこの喜びというものを表しているだけであるというところはですね、皆さんには十分にご理解いただきたいなというふうには思っているところではあります。また国歌斉唱においてもですね、これはまあ優勝したものしか味わえない、まあ、権利だと、そういう部分ではガッツポーズの部分もあるが、この国歌斉唱というものにおいては、自分自身がの母国でのですね、誇りというかそういうものを持ちながら、また自分自身が成し遂げた達成感やそういうものを味わいながら、こういう高らかに歌うことっていうのは素晴らしいんじゃないかという話は多少なりともしている部分はあります。はい、ありがとうございます。いや、実はシドニーのガッツポーズについても聞こうと思ったんですが、先回りをされてしまいましたので、はい、質問のある方お願いします。こんにちは、日刊スポーツの阿部と申します。今後の東京に向けたことについてお聞きしたくてですね、先ほどまた種をまいて、水をやられるというお話されましたけれども、新しい何か、水のやり方であったり、こう考えていらっしゃる強化プランについて教えていただきたいと思います。そうですね、また新たな戦いがありますので、今は選手たちもよく話をしているんですけど、これだけインターネットなどのいろんな情報というものが出回る時代で、同じようなことをしていたらやはりもうすぐもう我々がやってきたことっていうのはもう時代遅れになってしまうと。ですから常日頃進化すること、まあ、変えなくていいものは変えないでいいが、それと常に自分自身を向上させる、今例えばこの柔道で今回優勝したと、その次の時には、あの選手はまたこんなことができるんだっていうふうに思われるには、そういう選手でないと勝ち続けることはできないと。で、我々の戦いというのはもちろん1年1年の世界選手権でのチャンピオンというものは、
これも素晴らしいことなんですが、やはりオリンピックでの優勝というのが最大の目標であると、ですからその目標というものを目指す上でやっていこうという話はしているところではあります。でもう一つ選手たちによく話しているのは、これ勝負ですから、ですからできるだけ自分の情報はそれでも簡単に出てしまう時代だと、されど自らあえて、いろんな得意技の説明だとか、また得意技の紹介とか自分がやってることの紹介とかはする必要はないと、知らないはずほど不気味なんだと、やはり勝負においては心理的な戦いというのも非常にありますので、そういうところも考えながらやっていこうというところを言っています。ですのでここで私が20年に向けての方策を言ってしまうと全てばらすことになりますので、はい、されどいろんなことをですね、取り組んでいきながらやっていかなきゃいけないなというふうには思ってますので、この前も全日本ジュニア大会を見たり、また昨年度の国内大会、国際大会を見る中でも若い選手たちっていうものがですね、非常に元気なフレッシュな選手たちっていうのが出てきつつある部分がありますので、最初の冒頭でもお話をしましたが、やはり日本柔道界の強さというのは層の厚さというところにあると思います。首都階級に、もうこの選手しかいないというわけではなく、この選手もいる、この選手もいるというふうに言われるような、その層の厚さというものを作っていくことが非常に大事かなというふうに思いますので、そういうふうな各階級ごとチーム作りができていけるように、これからも全日本側もまた所属の方たちの連携も組みながらしっかりやっていきたいなというふうには思っています。でもう一つ、今は選手目線で話を しましたけど、2020年に向けては私監督としてのレベルというものを上げていかなければまた20年の成功はないというふうに思っていますので、これからまたどれだけ監督として自分自身をこうですね、律して戒めて、そして学び続けてレベルを上げていかなければいけないなというふうに改めてこう危機感を感じながら日々を送っているというところはあります。ありがとうございます。私は毎日の OB ですけども、今度のリオ五輪ではリネールと原沢さんの試合をですね、初めから終わりまで見てたんですけども、リネールっていうのは2メートル以上の体でですね、体でその、逃げられたらもう本当にどうやって勝ったらいいのか分からないような体つきして、で勝って日本では非常に重量級で強い選手が、ね、おられたんですけども、最近、少しこう、弱くなったわけじゃないと思いますけども、今の柔道の方からですね、やがてリネールにも勝てるような人が現れると思われますか。そういう聞き方非常に幼稚っぽいんですけども、やっぱり柔合を制すっていうその柔道の精神から言ってですね、そういうこの体の大きな選手をですね、倒せるような技術っていうのができないのかなっていう感じを持ってるんですけども、どうでしょうか。はい、今は私自身敗戦のショーですのであまり多くを語りたくないというところがあるんですが、しかしながら選手たちというものは私は十分にですね、勝てるという力をまた能力を持っているというふうには信じております。ですのでそのためには先ほども話をさせてもらいましたが、まだまだ差というものはあると、じゃあその差をどうやって埋めていくかというところをこれからも真剣に考えていきながらやっていかなければいけないかなというふうには思っています。
いわば組み合えば、今これはもう原沢選手のみではなくですね、重量級のみではなく全選手に言えることだと思いますが、まあ組めば相手を投げれる、組んだら自分の柔道ができるなんて言ってたらは勝てない、そういうような世界の流れになってきているのかなというふうには思っています。まあ、IGF 側が今のルールの部分で一番推している部分というのは、やはり技で消した勝負というものを、そういう柔道というのを作っていこうと、もう一度取り戻していこうという方針の下でやっている部分がありますので、まあ、私自身もそれには非常に共感を持っている部分がありますし、まあ、されど選手たちはやっぱり勝ちたいという一心、コーチも勝ちたいという一心で、どうしてもそういう細かな細部のこう技術というものだけにですね、とらわれがちで、まあ、柔道の魅力というものが失われている部分というところは非常にあると思います。しかしながらそれも、まあ、我々日本の選手たちがやはり勝って、そしてこれぞ柔道だというふうに言ってもらえるような、まあ、選手の育成というものがまた必要になってくるかなというふうには思っておりますので、まあ、これからもその力を備えていけれるように、努力し続けていきたいなというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと司会からもう一問。はい、これは柔道界にとって、もしくはその全日本の男子のチームにとって、まあ64年以来そのオリンピックを東京で開催する、東京開催のオリンピックに柔道が望む意味というか、これちょっと改めてお伺いできるかと思います。はい、我々52年前のこの東京オリンピックというところから柔道というものが採用されて、まあ、その後に、まあ、その後にですね、初めて東京で開催されるわけですけど、そこに監督としてまずはですね、携われるというところに対して、まあ、非常に、まあ、誇りというものをこう持たせてもらっているというところが正直なところであり、もう一つは、まあ、この日本記者クラブに来るだけで胃が痛くなっているようでは監督としてダメだなと。とんでもない世界が待ってるんじゃないかなというふうには、まあ、いわばプレッシャーというものももちろん感じながらやっているというところが非常にあります。まあ、これはまあ柔道界にとっても大きな、イベントという形になってくると思いますし、またこの東京で行う、またオリンピックで唯一日本から始まった競技というものは柔道というふうに思います。まあ、そういう中でですね、まあ、これからもその誇りというもの、また自覚というものを持っていきながら、まあ、日本武道館で選手たちが、この柔道というものを通じてさまざまなことをこう皆様に感じ取ってもらえるように、やっていかなければいけないかなというふうには思っているところではあります。まあ、本当に一大イベントではあると思いますので、まあ、私自身はまた選手たちも共にですが、この柔道を通じてですね、この柔道の素晴らしさというものを日本、国民の皆さんだけではなく世界にしっかりと発信していけれるように、またやはりこの柔道というものを通じてこの日本の素晴らしさというものを世界に発信できていけるように、まあ、そんな柔道というものを取っていきたいというふうには思っています。ありがとうございます。質問通り。監督、お疲れ様でした。リオリンピック産経新聞の田中といいます。ちょっと記者クラブの会見ですので、報道のあり方について監督のご意見をお聞かせ願えればと思うんですが、今回リオオリンピックで、まあ、金メダルを取った選手というのは、これもう日本柔道というのは金メダルにあらずはメダルにあらずという中で、結果を出してきたわけなんですが、一方で、まあ、銀メダル銅メダルに終わった選手というのもたくさんいて、我々が取材をしていても、まあ、彼らはやっぱり負けたと、自分たちはダメだったというコメントが多くてですね、まあ、そこに、
私たちもその選手の思いであったり監督の思いを反映したような報道をしてきたわけなんですが、日本では柔道選手は銅メダルでももっと胸を張ればいいんじゃないかと、決してその悪い成績ではないというような声も最近ちらほらあってですね、私も日本に帰ってきてそういったことを結構周りから言われることもあって随分現行が厳しいと、もっと柔道だって銅メダルでいいんじゃないかというようなこともあるんですが、これは目標とは別にしてその監督から見てですね、銀メダルとか銅メダルの選手に対する報道のあり方っていうのは どれぐらいのこう評価がされるべきだというふうにこう考えてられるかというのを少しお聞かせ願えればと思います。はい、まあ、その発言をしたからって私を叩かないでいただきたいなと思いますが私は試合において特にまあ今回オリンピックというのは一つの節目でありますし、選手たちというのはさまざまなことを犠牲にし、さまざまな苦労や困難と戦ってここまで来、そして一日にかけて戦ってきた部分があります。ですので結果としてこれが金だろうが銀だろうが銅だろうが、またメダルが取れなかっただろうが、私自身は心からですね、選手たちというものを称えたいなと、ご苦労さんというふうには伝えてあげたいというふうには試合前から決めてたことではありました。されど例えば選手たちが、また私も取り巻く一人として、ですけど彼らが悔しいと、また金を取れなくて残念だというような発言というのは、私はその周りがどうこうという以上に本人たちが目標にしたことが達成できなかった悔しさだと思います。まあ、この勝負の世界非常に厳しく、どんな世界でも勝てば喜び、そしてまた負ければ悔いが残るという世界でありますので、私はその選手たちの一つ一つのコメントというのは素手のコメントでありますから、特に例えば柔道界でも銅メダルを取って喜ぶ選手がいたのであれば私はそれでいいかなと、例えば60キロ級で高藤選手がですね、敗れてその後っていうのは気持ちを切り替えるのは大変だったと思います。だけどそれを乗り越えて銅メダルを手にし、そしていろんな、世の中では賛否両論あるかもしれませんが、非常に嬉しそうにこの銅メダルを首にかけ表彰台に上がっている姿っていうのは私にとってはですね、もう初めてのメダリストではありましたので、誇らしげに思ったっていうところがありましたから、ですから大会が終わった時点で結果としてそういう形になったことに関しては、私自身は別に何ていうのかな、どんな結果だろうが称えたいというところがありました。されど彼自身がじゃあ次の世界に挑むというところにおいて、これは柔道の世界だけではなく、その柔道をまた引退したりまた次の世界に足を踏み入れるという中でも、やはり成功させるためにこの検証やまた反省だとかそういうものを生かすということはとても大事だと思います。ですのでそういう中で悔しさというものを持っているということをしっかり持ったりだとか、またその後にその検証反省、そういうものをしっかりと分析していくということに関してはとても必要なことだというふうに思ってますので、そこら辺は遠慮なく選手たちにも話をしているというところがあります。ですので、いわばですね、特にこのオリンピックっていうところにおいては、ぜひとも勝った選手も負けた選手も、私自身がこう騎乗している中では、そんなに気になるっていうところはありませんでしたけど、ぜひともなかなかこう騎乗の大小というのはあるとは思いますが、その過程というところにおいてですね、選手たちがやってきたことっていうものは、叩いてもらいたいなっていうところは正直なところではあります。はい、ありがとうございます。ちょっと余計なこと言うと、どうしても対戦競技の場合、銅メダルは勝って終わるんですけど、銀メダルは負けて終わるっていう、このちょっと印象が作るものもあるかなという気はしますね。そうですね、されど銀メダリストってなると、そうですね、やはり、いわばですね、オリンピアンとして、素晴らしいことだと私は思いますので、
その結果がまあどうあれですね、常に私はその過程においては金だと、うん、これは言い続けていこうというふうに思っています。周りが私はどう言おうが、何を言われようが、我々の柔道というものは常に全階級とも金を目指すと、うん、それでやっていくというふうには、まあまた新たな選手たちというもの体制になった時というものをですね、伝えていこうと思ってますが、私の、周りの中で私が言うからではなく、選手たちはそれをやはり一番の目標としてやっている部分がありますので、監督としてはやはりそれを信じて、それをとともに一緒に戦っていくということがですね、非常に大事かなというふうには感じている部分がありますので、そのスタンスは変えるつもりはありません、はい、しかしながら結果は結果としてですね、私は叩いてあげたいというふうには思っています。ありがとうございます。ということですので、取材も原稿も遠慮なく時間近づいてまいりました。最後の質問にしたいと思いますが、もう一回いきますか。すいません、何回も質問して申し訳ありませんが、実はですね、これは男子の健全な選手たちに対する小瀬さん監督という立場が一つあったと思うんですが、パラリンピックの正木さんなんかはですね、半年間で大変な差が最後ついてしまったと。でつまり国家というかそういうものの支援体制とかですね、そういう意味でやはり大きな差があったというふうに後で聞きましてですね、国としてオリンピックがその最大の目標であるということの良し悪しもこの際起きましてですね、そういう人たちに対して今も、まあ、正木さんに対してもですね、指導天理のですね、あの方が一生懸命なさったりとかそういうことは聞いておるんですが、何かその交流みたいなものがですね、これからできるかどうかという点を伺いたいと思います。はい、私はぜひ、行っていきたいというふうには思っています。まあ、パラリンピックを見る中で、勝手ながらですけど、これまではそんなに多くの交流というものはなかった部分がありますし、団体時代がちょっと違う部分がありましたので、それと今年度から同じ団体に入り、同じ目線のもとやっていくことというのはとても重要だと思います。そういう中で、試合が終わった後に、テレビ越しではあったんですが、こういうことをやっていけばいいんじゃないかなと、こういうことが何か協力できないかなということが非常にありましたから、例えば情報分析班というところにおいてもですね、我々とはまた違った形にはなると思うんですが、そういうことをこう一つ協力できないかとか、また体力っていう、フィジカル面っていうところにおいても、パラリンピックの場合は組み合ってからスタートする競技でありますので、そういう部分ではより一層これ体力っていうところが必要になってくるのではないかなと、そういう部分ではまだまだ改善できるんじゃないかなというふうに見て取れた部分がありますので、早速でしたがそういう分析班、またフィジカルコーチなんかには何かないかちょっと考えておいてくれと、これがどのような形で取り入れられるかというのは分かりません。これ勝手な私自身の考えでありますので、でもこれからは、そういうお互いこう、共有できて、そしてお互いを高めていけれるようなそういう活動というものはしていきたいなというふうに思ってますので、現場においてもですね、それだけではなく、時間が許すのであればですね、合同練習なんていうのも私自身はできたらいいなというのは前からちょっと話をしている部分がありますので、そのような形でお互い、この東京オリンピックに向けて、準備というものはしていきたいなというふうには思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは時間も近づいてまいりましたので、会見をこの辺で締めさせていただこうかと思います。事前にですね、井上監督には恒例の揮毫をしていただいております。初心と書いていただきました。
ちゃんと間違えたらいけないので、ちゃんと聞いてますね、初心でございます。と、初心の意味をちょっとだけ。はい、実は私自身、この言葉は、亡くなった母からいただいた言葉で、まあ、どんな立場になろうが、どんな状況になろうがですね、まあ、好きである柔道というこの心というものを忘れずに、そして常に、まあ、謙虚にたくましく生きていけというような意味をいただいた部分がありますので、まあ、その言葉をこれからもですね、2020年に向けて、必要な言葉かなというふうに思いましたから、書かせてもらいました。しかしながら、ペラペラペラって見てたら蓮舫さんと一緒の言葉だったかぶってしまったなっていうのがですね、ちょっと書いた後に残念にちょっと思った部分があって、もうちょっと何か違うことを書けばよかったなと思いましたけど、まあ、大変申し訳なく思ってます。はい、今のくだりは別にオフレコにはしなくていいですね。はい、それではちょっとだけ余ってますが、よろしいですか。それでは記者クラブからこれもこれですが、記念 のいつものネクタイですが、このネクタイをお渡しして、会見を終わりにさせていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。